こういうアップダウンの続く山道では本当によく走りますね。もうこの CR-V ディーゼル、ヨーロッパでかなり売れてる車です。ヨーロッパも最近は普通のセダンよりもこういうちょっと背の高い、コンパクト SUV、まあ、こういうカテゴリーに人気が集まっているんですね。というのも昔と違ってこれだけ背の高い、まあ、SUV ですが、まあ、アウトバーンを、200キロぐらいでこう楽にクルージングできる、しかも燃費がいい、ディーゼルエンジンを持っている、まあ、そういう組み合わせで、まあ、自動車そのものが進化してきたんでしょうね。まあ、昔の背の高い SUV というと、まあ、オールシーズンタイヤを履いたり、まあ、オフロード専用車であったり、まあ、こう我慢をしてオンロードを走るというような車でしたけども、まあ、最近はこのオンロードを走ってもあるいはオフロードを走っても、全くこう我慢を強いることがない、両方、高いレベルで両立できる、まあ、走りが楽しめるわけですね。